皆さん、こんにちは。侵害行為イニシアティブ ND 研究員の弁護士の田場明夫と申します。本日は、西の表市市議会議員の宇野博美さんをお迎えして、鹿児島県の馬毛島に、米軍の訓練が、候補地にされてですね、そこに、訓練が移転されようとしていることについてお話を伺いしたいと思います。宇野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあまず、馬毛島っていうところがですね、はい、どういうところかということについて、はい、お聞きしたいと思います。はい、馬毛島はですね、一応その今地図を出しているんですけれども、本州の最南端、鹿児島県 の、離島にですね、種子島と屋久島すぐ隣り合ってるんですけれども、その種子島の、西側約12キロぐらいのところに、赤丸があります。この地図の中 でその小さな離島が、馬毛島と呼ばれる島になります。行政区はですね、この種子島自体が一市二町から成り立ってまして、島全体の人口がですね、もう今3万人を切っております。でその中で実は一市二町に分かれておりまして、一番北側が西の表市で、真ん中が中種町、一番南が南種町という、風になってます。種子島自体はですね、結構教科書にも出てくるというところで皆さん名前は聞いたことあるとは思うんですけれども、今は結構ロケット開発ですね、打ち上げで結構注目をされていまして、そのロケット基地があるのが実はこの南種町という一番南の行政区になりまして、で西の表市はその一番反対側の北側で、この行政区で管理しているのがこの約10キロ先にある馬毛島という、今は無人島ですね、になっております。馬毛島ってのはどういう島なんでしょうかね。実はですね、結構不思議な島といいますか、もう大変平坦な島なんですね。面積は8.2キロ平米で、周囲 16.5 キロという本当に小さな島なんですけれども、海抜、70メートル、一番高いところでもそれぐらいの本当に平坦な島なんです。なのでちょっとこう霞がかるような天気の時には本当にぼんやりとこうしてしまうぐらい、で写真に写すとですね、結構水平線に紛れてしまうんじゃないかぐらいので、種子島から見ると、実は南の、開聞岳っていう本土の一番南の山があるんですけれども、そういうのが結構綺麗に見えたりしますが、その手前に本当に平たい、島になってまして、にもかかわらずですね、実は真水が流れる川もあったりですとかで、結構長らくちょっと無人島にもなってしまいましたので、その渡り鳥が休憩をしたりですとかね、ウミガメが産卵に訪れたりですとか、大変もう今生物多様性に富んだ島になっているんですけれども、もともとは結構漁師たちがですね、そのトビウオ漁ですとか、あとトコブシの漁のために滞在して、で一時期はそこに移り住んだ人たちがいたんですけど、1975年を最後に、無人島になってます。最盛期で人はどのぐらいいたんですか。100世帯住んでたというふうに言われてますね。でやはりちょうどその頃ですね、その島を開発したいみたいな、なんていうんですか、そういう会社が現れまして、で、島で石油が出るみたいな話が出たんですね。でそれで最後残っていた住民たちをこう移住、種子島の方に移住をさせて、である一つの会社が
馬毛島を占有することになったという流れになってます。なるほど。その飛び降りとかいうのは、種子島から来てたんですかね。そうです。馬毛島の中にですね、入り合地っていうのを設けてたんですね。でその入り合地が、何箇所かありまして、で、そこが今でも、まあ、入合権が残っている土地として、その港を漁師たちの組合員が使えるという形にはなってます。なるほど。先ほどあと生物多様性っていうお話がありましたけども、まあ、その観点から、はい、馬毛島についてちょっとお話しいただければと思うんですけども、一番、結構象徴的に今私たちが取り組んでいるのは、馬毛島に住んでいる馬毛シカなんですね。で日本シカの亜種として、登録されているんですけれども、もともとは奈良のそのシカですとか、そういう同じ亜種でありながら片方は天然記念物として保護されている。だけれどもなぜかこの馬毛島の馬毛シカはですね、天然記念物に指定されずにですね、まあ、そのままこの馬毛島でこの小さな島の生態系の中で自分たちのその生存数を維持してきているという、そういう結果になっているんですけれども、でプラスですね、ウミガメもそうですし、あとソテツの群落があったりですとか、あと他にも13種類、絶滅危惧種が存在し、特に貝類の方では、大変貴重な貝類が生息するとして、環境省の、貴重なその沿岸部という沿岸海域という登録はされていたり します。ただそれ以上のもしかしたらその天然記念物に指定されなかったっていう背景には、まあ、ここはそういったある研究者からの憶測なんですけど、過去にこの間その石油の基地を作りたいとか、いくつかその開発のための話っていうところが出てきていた島だったので、まあその邪魔になりそうな要素っていうところを阻害されてきてたんじゃないかという説があるという状況ですね。そのじゃあ環境に携わるその研究者などからもかなり注目されている地域ではあるんですかね。そうですね。でただまた別の回でお話ししたいと思うんですけれども、2000年からこの馬毛島に上陸ができない状況になっていたんですね、その研究者たちが。で2000年までの間の研究で本来だったら今無人島で鹿を捕食する狼等もいないというところもあって、爆発的に増える可能性というのも示唆されてたんですけれども、実はこの馬毛島の特異な、環境によってその個体数っていうのがちょうどいい、この馬毛島のサイズに合った、生態系っていうのを馬毛シカがですね維持をしてきているわけですね。でそういう研究を長年されてきてた研究者がいらっしゃるんですけれども、そういう人たちの立ち入り調査自体を2000年から、許可が下りてない。なのでそれまでの研究結果しか今ないというところがちょっと大変残念なことにはなっております。なるほど、わかりました。まあ、今日は馬毛島とはどういう島かということについてお聞きしてるんですけども、じゃあ最後に、まあ、その馬毛島と種子島のつながりというんですかね、まあ、そういったことについてお話などしていただければと思いますけども。はい、私もですね小さい頃から夕日を眺めるといえばその馬毛島がある方向なんですね。で季節によってその夕日が沈む位置っていうのがその馬毛島のこう右から左その平坦な場所をですねこうどんどん移動していくわけですよ、まあ、冬至の時期夏至の時期で、そういったその、まあ、島の人たちの季節とともに歩んできたこの暮らし
と大変その密接に関係している。で特にその漁に携わってた漁師さんたちは今の季節その常節漁で本当にその馬毛島の周りをずっとこう漁場として使っているわけですね。で今度はまた冬になると、まあ、種子島が拠点にはなるんですけれども、そういうその季節ごとのこう、関わりっていうところを常に持ってきて、で子どもたちはその海岸線で遊んでいる時にはもう当たり前のようにその馬毛島のある景色に慣れ親しんでいる。で大変平坦ではあるんですけれども、竹の越という唯一ちょっと小高いその丘みたいなところがあるんですね。でそのやっぱりこう稜線って言いますか、やっぱまあおそらく、まあ、日本のどれぐらいの人が富士山に対してそういう愛情を持っているかわからないんですけれども、実際なんとなくこう富士山のこうあれを見るとこう、ね、そこの場所に対して安心をする、まあ、静岡とか、ね、その抱えている人たちはわかると思うんですよね。それと同じ気持ちを私たちは馬毛島に対して、まあ、常にそこにあるその景色の一部で、ああ今の季節は馬毛島の右側に日が落ちていくな、だんだん冬になるって屋久島の方に近づいていくなという、まあ、そういうこう関わりを持ちながらそこに安心感を一つ抱いて生活してきているという状況ですね。でただ私自身もその生まれたのが76年なので、もう生まれてすぐぐらいには無人島になっているので、そうそう行き来ができるような場所ではないんですね。であえてその船でやっぱり行かなきゃいけないっていうところもあるので、実際行ったことのある島民っていうのは大変少ないんです、今現在ですけど、やっぱりその自分たちが慣れ親しんでいる景色としてそこにその思い出を持っている。で近くに行ったことがある人たちはその周りの豊かな、サンゴですとか、そういった海が大変綺麗だとか、シュノーケルを楽しむとか、そういったことに携わっている人たちもいますけれども、まあ、実際はそれはわずか、もうただその拠り所としているっていうところがすごく大きいのかなというふうには現実感じております。わかりました、ありがとうございます。今回は、馬毛島とはどういう島かということについてまず宇野さんにお聞きしました。宇野さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。